どうも、石川ですはい、皆様お待たせいたしました過去問集の発売が、えー、決定いたしましたありがとうございます ということで2023年度のものなんですけど3月の10日の金曜日に、えー、発売が決定いたしました本当に皆様ありがとうございました、えー、本当に多くの方にですね応援していただきまして石川、えー、も成長することができまして、えー、なんとこういった形で、えー、本を出させていただきましたということで、えー、今回はですね、えー、この書籍のことについて、えー、少し、えー、説明をさせていただいてものすごいいいものできたんですよ そうなんですよなので今回ちょっとポイントを2つに絞ってですねお話をさせていただきたいなと思います。はいということで、えー、まずはですねポイント1つ目この書籍がですね聴者がものすごいすごいんですよ。すごい 何かというと、えーまあ、石川あ一応知らない方もちょっと紹介させていただくと石川達也あの私、えー、現役登録販売者講師という形でやらせていただいておりまして10年以上あのやらせていただいておりますそして、えー、今ですね週6ぐらいかな、えー、ぐらいであのもう朝から晩まで登録販売者のことだったり医学のことだったりとかいろいろこう,もうリアルタイムで授業をバン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 やらせていただいておりましてもうずっと喋ってるんですよ。<laughs> でその中で、えーもうこうね、生徒さんから こう頂いた。 こう問題解いたりとかこう分かんないですとかそういう情報をですね皆様にいろいろ還元させていただいてそれで、えー、その中で YouTube 配信とかいろいろさせていただいておりますので、えー、とにかくですね皆さんのこう分からないところとかね、えー、そういったところを説明をさせていただいておりますでまあそんなところであとはあの各大学だったりとか、えー、専門学校だったりとか製薬メーカーさんとかでいろいろなあの登録魔者の関係のことをお話をさせていただいておりますので、まあ、そんなのが私となりますそして、えーまあ、しごめんなさい石がちょっとなかったえっ、ー、と 鎌田先生なんですけどこの方めちゃくちゃすごいんですよ何がすごいかというと、えー、医薬品登録販売者デラックスというサイト運営されておりまして、えー、あのこれ結構昔からありまして私あのー、何気なくですねちょくちょく見させていただいたんですよそうなんですよめちゃめちゃ登録販売者の情報とかが詳しく 書かれてるんですね特にこ医薬品の,あの成分とかねそういった医学的なものだったりとか本当に詳しく書かれていましていやーと思って最初お話しいただいた時にうわーと思って鎌田先生とコラボさせていただくんですかっていうようなところではものすごいねえー、方なんですねさらにですねもうものすごくキャラクターもですね、えー、本当にねいい方いい先生ですので是非是非皆さん楽しみにしていただきたいんですけどそれからあとは村松先生 いやー株式会社東京マキアの代表取締役やられておりまして、えー、本当にですねあのー、登録販売者の、えー、皆さんに向けにですねこういろんな講習会とかやられておりましてそして何よりも SNS 特に YouTube とかでですね、えー、ものすごくこう優しいね、あのー、口調でこうお話をされていてすごくねこう 話も聞きやすくてこうね皆さんにこう頭に入りやすい内容じゃないかなと思うんですけどまあ何よりもえ男あ男「男」「男」「男」 またた、ね、男性きたらもう恋じゃないですか、えー、その中でもうね女性の方が入るっていうところもやっぱりこうね華やかなね、えー、ものとなっておりますので、まあ、とにかくものすごい2人の先生と一緒にやらせていただいているっていうところも、あのー、私すごく幸せなんですけど何よりもですね、えー、今こう巷で、えー、こう登録販売者関係の,あのことをいろいろやられてる現役の先生とかね、えー いらっしゃる中での、えー、今回の書籍なので本当にすごいものが完成いたしましたでそんな書籍の、えー、内容ポイント2なんですけど内容がすごいんですよそう何がすごいかというとまず一つ目、えー、全国の過去問それから、えー、回答解説、えー、これがあのー、収録されておりますでまあこのあたりはあの通常のですね、えー、書籍あのー 各門関係の書籍にあるんですけど、えー、ただですね全8ブロック全国の問題がまず収録されているっていうところなんですよ。そそうなんでですよそうそれであと えー、公表が入ってるんですね何かというと例えば北海道東北ブロックはこんな感じの問題が出ましたよっていうのをあの講師の先生それぞれこう分担してるんですけど、えー、それ書かれておりましてもうものすごく分かりやすいだからあこういう感じの問題があるんだなっていうのを一回読んでいただいた中で、えー、こう問題解くのもいいと思いますので是非、えー、ですねそういったところも読んでいただきたいと思いますすそそしして、えー、さらに内容が詳しいんですよそうなんででようなす。 何かというと、えー、こちらの、あのー、本なんですけど、まあ、もちろんですね、あのこう問題とか、えー、出ている中でですね、ちょっと見えます、問題とかこう出てるんですよ。で、えー、さらにその解説、解説っていうところが、えーこうねあの、ここも文字とか結構たくさんあるんですけど、でも、そんな中で、えー、例えばです,、ねえーえー、とですね、こういった図が入ってたりとか、表が入ってたりとかっていうような形の作りになってるんですね。だかからあの通常というかねあの多くある、えー 文字しか書いてなかったりとかあとは解説短かったりするんですよでも今回解説を多く入れてます、うん、ものすごく入れてますそして、えー、図とか表とかね、えー、入れさせていただいてますのでだからあのすごくですねこう通常のこう 参考書とか読んでるのと同じような感覚で見ることもできますので、あまあ、もちろんね。解説いっぱい入ってますからね。あのー、解説集になるんですけど、まあそういったところではすごくね。皆さん使いやすいものになっております。そしてえー、2つ目とにかく使いやすいんですよ。何かというとあのー、これあちょっと比べるとですね。これ、石川のあのー、参考書なんですけど見てください。 大きいですよねいや持ち運ぶの大変じゃないですかって思うんですけどいやいや確かにそうなんですがでも、あのー、あんまり過去文書って普段持ち歩かないと思うんですよ。でご自宅に置いといてもらって「よし問題解こう」みたいな集中して解こうというところで、えー、文字がですねこう結構、あのー、小さくなりがちなんですよ。そうで、えー、やっぱ薄くしたいのででとかで紙の質もですね割といい質入れあの使っておりますのでで,で、えー、文字がこうそんなに小さくないという。 そして、えー、解説のところもやっぱ同じサイズの,あの文字サイズにしておりますのでなので。 えー、ここについてもですねあのー、こうなんかちっちゃくてもう目がチカチカしちゃってっていうところはなるべく少なくなってるんじゃないかなと思いますそして、えー、2色ずりの、あのー、黒と赤なんですね2色ずりになってますので大事なところは赤になってますのでだからそういったところでですねぜひ皆さん区別して、えー、見ていただきたいと思いますしそして、えー、何よりですね分離するんですよ。ンってですね、えーねという形でこれあの通常あの通常というかねさっきこれちょっと開けてみたんです けどあのー、結構ねこう分離するとバリっていっちゃうものがあるんですけどこれ本当にあにちょっと開けてちょっとちょっと力加えるだけですぐねパリって取れますのでなのでああのまあ、ごめんなさいねバリってあのバリ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 っていっちゃう方はごめんなさいなんですけどでも、あのー、すごくね使いやすく、えー、これやっぱり問題解きながら、えー、そしてその後解説見てとかねで見比べながら使うことができるのですごくね、えー、使いやすくなっております。はいそして、えー、3つ目 講師の個性がめちゃくちゃゃく光る、うん、何かというとやっぱり講師の先生って面白いあのそれぞれやっぱ特徴的なねあの講師の先生ですのでなので、えー、その講師の先生があの解説をしているのでそれぞれのですねあの説明の仕方やっがち,ちょっとずつ違いますな,なのでそれらを読んでるのもすごく面白いと思うんですよ。ね、えー、だからもう鎌田先生とはねものすごくねあの丁寧だしすごくね知識深いのでだから まあの石川のですね。こう解説作ってで、そこでお互い構成し合ったんですよ。で、あの、もう鎌田先生のツッコミとかで、ね、もう鋭いのねえー。だからすごいなあと思いますし。そして、えー、村松先生もですね。やっぱりよくご存知。本当にだから私も本当にね、えー、お互い構成し合ってるんですけど、あのこいとかねし合ってるんですけどで。 えー、村松先生からも、あのー、ご指摘いただくんですけどすごい優しいんですよすよごい優しく優しく丁寧にね「あこうじゃないですか」とかってね言ってくれるのでもう、あのー、やっぱりね素晴らしいね、あのー、先生方が揃っておりますので、まあ、そんなところでの、えー、こちらのですね、えー、書籍となっております。ということで是非是非ですね皆様、あのー、こちら。 あの各書店あ,のあとアマゾンとかでもですね販売しておりますのでアマゾンの URL に関してはですね下の、えー、概要欄のところに入れて、あのー、あ,のありますのでぜひ、えー、そういったところでも一度、あのー、試し読みとかね、えー、ちょっとしてみていただいてですねあこれ面白いなと思って頂ければなと思っておりますというところで、えー、ぜひぜひですね皆様、あのー、今年2023年度の、えー、登録販売者の勉強を頑張る方たくさんいらっしゃると思いますので、えー、ぜひお手に取って頂い,いてあそれが からの合格された方もあなんか石川懐かしいなぁと思ってねあのあ買わなくていいですよあの懐かしいなと思って、えー、見ていただければなと思いますので、えー、ぜひぜひですね、えー、引き続き、えー、皆様登録販売者の、えー、試験対策、えー、あとは登録販売者になった方もですねいろいろ応援をしていきたいなと思っておりますので、えー、また皆様、えー、動画でお会いいたしましょうということで、えー、本日は動画を見ていただきまして誠にありがとうございました